戦闘を起こすと必ず弓が飛んでくるんだよ。よかったね。いや、そうなんだよね。くそ、9800ダメージがかなり厚かったかな。惜しかったな。あれ、マジで。マジであれ惜しかったわ。いや、でもやっぱ、G7 とか使わないのが正解かもしんないね、これ。なんでかっていうと、G7 打ち始めるとロングボウが出てくる、絶対に。多分だから、フルオート武器で突っ込むのが正解な気がするな。ほんとだ、フラットレミングも熱。激圧構成やん。うわ、もうトリプルテイからこっち撃ってきた。やば。もう長物狙ってんだけど。やば。マジ？俺のこと狙いすぎ問題じゃないこれ。さすがに。誰も A 取ってない。こいつ人たち分かってるかもな、ワンちゃん。俺たち、俺と同じことしようとしてるかもしれん。分かってるかもしれん。みんな余計にすっげえ宣伝するから当てずれー。え、同志かもしれん。 A を取らなくてもいい民かもしれんな。ウィングマンね、250当てはね、ちょっと今ね、俺ね、計算してる。ちゃんと。それマジで熱いんだよな。この人避けようとするね。でも当てては来ないから、そんな脅威ではねえな。マジで異常なぐらい、なんかもう、余計専念してる感じすごいわ。余計宣伝マシーンはね、意外とね、いい感じなのよね、でも。実は。なぜかっていうと、結局、キャラコンでやってもなかなかそれをね、それで当てるの難しいんでね。ナイスー。
やばいこいつら、すごい動き。やば、量やべえ。ミラージュのウルトぐらいいたぞ今、マジでえっかったぞ。ねえ、俺もミラージュだと思った。ジャンプちょっと間違えて暴発した。あぶねえ、マジであぶねえ、暴発したわ。全破壊したね今完全に。味方か。なかった気がするんだよね、そのジップ。そう考えるとあれなのかな、新しく追加されたやつなのかな、ワンちゃん。滑れなかった。悲しい。俺全然疲れないですね。俺全く疲れないですよ。俺ね、正直こっちの方がもはや楽しいまであるんですよね。実は全然疲れねえ、全くもって疲れませんね。昔から俺こういうゲームずっとやってたからさ、
どっちかっていうとこっちの方が疲れないもはや実は。今エグかったよ止まんなかったな。連続何キルしたってからキルしたね。マジエグかったわ。アークスターかマルクレかわかんないけど殴られた。えぐ、くそ。あの時の俺と大差ねえよこれ。余裕余裕、無敵なんですよ。そう俺ね、そうなんだよね、全然あのね疲労感って全くなくて、どっちかっていうとそうなんですよ、あの製品面の方が俺ダメージ高い。だからもはやこっちの方がマジ楽ちんだね。何も考えずにゲームできるからこっちの方が俺好きだな、もはや。やべえこいつ余計感いい。どうよこれで、どうよこれで、どうだこれで、どうだ、いけたんじゃないか、どうだ、さすがにいけたんじゃないか、こんだけキルしたらいけるだろう、どうだ、やったーやったーよっしゃーやったーやったー生きたー一番ダメージ超えた、やったよっしゃいけたやったいけたよっ